ピエール・チャールズ・アレクサンドル・ルイス・ピエール・シャルルルイは、フランスの医師である。医学の研究に、統計の概念を導入し、結核や腸チ,チフスの治療に当時広く行われた、射血法の効果のないことを示した。マルヌ県の愛に生まれた。ランスとパリで医学を学び、サンクトペテルブルク大学で医師の免許を得て、オデッサで医師として働いた。1820年パリに戻り、 ホテルで言う病院とピチエ病院で医師として働いた。臨床病理と冒険記録をもとに研究し、1828年、ラシェール・シェイ・シュール・レイフ・デラ・セイニー・ダンプラース・ユア、マラディース・インフラマトワー,アーズを発表し、射血法が病気の治療に有効でないことを示した。1835年の著書ラシェール・シェイズ・シュール・レイフ、デラ・セイニー・ダン・ケルック・マラディース・インフラマトワー,アーズ、イ・シュール・エル、 アクションデール、イメティックイネビシカトワーズダンラニューマニーと共に、数値的方法によって、治療の効果を評価する方法の先駆者であった。ルイの研究や有名であったイシュブルセが、射血による治療で、時の首相、カシミール・ペリエを死なせたことで、フランスでの射血治療は衰退していくこととなった。パリ医学散歩、岩田誠岩波書店、サイモンシントエツアート、 エルンスと共著の代替医療のトリックによれば、類より前の1809年にスコットランドグミーアレキサンダー・ハミルトンが射血の治療効果に関する比較実験を行い、明白に死亡率が高くなることを見出したが、ハミルトンはその結果を発表しなかったことを紹介している。またアメリカ合衆国の医師ベンジャミン・ラッシュの射血治療を非難した新聞記者との間の裁判で、 ラッシュが勝訴したエピソードが紹介されている。ありがとうございます。